皆さんこんにちは、パチロ秘書本ライターの辻康でございます。さあ始まりましたニコナニ動画リターンズといったところですね、この番組はニコニコグループさん全面協力の下でパチスロ必勝本ライター最強位決定戦と、その名前の通りですね、最強を決めるというような形になっております。さあすでに、もうご存知の方も多いと思うんですが、これはですねファーストシーズン、この曲ファーストシーズンとセカンドシーズンあって、おのおの3名上位3名が年末年始に行われる、そのチャンピオンシップに進出できるというような形になっております。でですね、もうすでにファーストシーズンがもうスタートしてるんですけども、すでに終わってる浩二さん、誠さん、そして今回の自分で、この後に神谷さんと嵐さんと水瀬美香さん、この6人で戦うというような形になっております。さあこのメンバーを見てですね、ファーストシーズンはとにかくベテランの方が多いと、ね、このファーストシーズンはもう以前やっていたニコナニ動画、秘書本でやらせていただいたニコナニ動画の中で、出たことのある、出演したことのあるライターが集まっているということなんですけども、出たことがある、自分出たことあるんですよ、3回ほど。もうほぼド新人の時に先輩におんぶに抱っこで出させていただきました、ね、なので、その時は当然歴は変わらないんですけども、もうね、この歴の差を埋めるのはどうするべきかというような形でいろいろ悩んでますけども、なんとかね下克上できるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。さあで実践ルールの方なんですけども、ルールの方は単純明快3枚数勝負と、これのみになっております。で以前のニコナニ動画の方はもう設定ポイントそれでひっくり返るなんていうこともあったんですけども、賛否両論あると思いますけども、個人的にはこっちの方が好きですね。一応前にその設定ポイントがある時代に出させていただいたんですけども、自分は皆さんにサマイで勝って設定ポイントでひっくり返されるっていうようなねことがあったので、いいんじゃないですか、自分は好きです、こっちの方が。もう本当に一撃出すのもやっぱり高設定の方が当然出やすいっていうのはあるんですよ、分かってます。でもどうしようもなくなった時に一撃を狙って勝てる可能性が残るっていうのはいいのかなというふうに、自分の土俵に近いのかなっていうふうに思ってますので、このルールは追い風と感じて頑張りたいと思います。でですね、すでに実戦が終わってる2人、浩二さんと誠さんなんですけど、浩二さんがマイナス2300枚、誠さんがプラス約1500枚といったところですね。ね、最初に言いましたけど、ファーストシーズンで勝ち上がれるのは3人なんですよ、ね、って考えると、誠さんに勝てば残り自分の後ろは3人、このうちの1人が脱落すればもうすでにチャンピオンシップには出れるというような形になるんでね、浩二さんどうなんですかね、多分だいぶ歴は上なんですけど、マイナス2300枚はちょっと何やってんだジジイって感じじゃないですかね。ニコナニ動画といえばですよ、結構その下見をするっていうのが前回まではね、結構代名詞といいますか、そういうところもね注目すべき点ではあったんですけども、今回はその下見が禁止というような形になりました。その代わりにですね、今 LINE の、お友達登録してするとそこからホールから有益な情報が得れるかもというようなことになっているので、その辺もねしっかりチェックして、実践に生かしていきたいなというふうに思っております。そしてですね、本日の第3戦実践ホールなんですけども、大阪市にありますニコニコ鶴橋店さんとなっております。さあで今回のホールさん、ニコニコ鶴橋店さんの特徴として、一応ジャグラーコーナーがだいぶ大きく幅を取ってる、でさらに A タイプコーナーも結構大きめというような形で、その辺は狙い目になるんじゃないかなというふうに思っております。その他にもですね、バジェスク絆だったりとか、あとルパンですね、消されたルパン、そちらの方も稼働がいいみたいなので、その辺も一緒に見つつ実践していきたいなというふうに思っております。一応ですね、打ちたい台はいろいろ考えてはいるんです。でもやっぱり抽選、これをクリアしないとその台にもありつけないでね、そこを頑張りたいと思います。それでは早速抽選の方に行ってみたいと思います。さあ、抽選終わりまして、番号は26番、ある程度いけるかなと。一応ノーマルタイプのコーナー、そこを押してるみたいなので、そこをまず行きたいなって、その中のどれかを選びたいなと思いますけども、他のお客さんもいらっしゃいますので、それの皆さん何を取るかによって多少変わると思いますが、とりあえずは狙いはノーマルタイプで、すいませんお願いします。さーて、やっぱジャグラーだね、ジャグラー早い、困った、これは困ったぞ、よしこっち行くか、
もう全体的にっていう感じなんですかね。まあお店の約3分の1はもうバラエティーコーナーっていう、まあ2台3台設置されているものでバラエティーコーナーっていう扱いになってるので、まあ大半の人がこっちに流れているっていうのは見受けられますね。はい、それでは撮りました。 A スロット偽物語打っていこうと思います。こちらのなんとか空いてるノーマルタイプを確保できたので、本当にほとんど打ったことないです。なのでそんなに深い話はまあ打って慣れて後半でっていう感じになると思います。あとね、詳しい方に関してはね、本当にちょっとやきもきする部分があると思いますが、その辺ちょっとご了承いただければなと。まあ、とりあえず数値化できる設定カンパ要素としましては、まあ、ベルの確率と、あとは特定ボーナスと呼ばれるチェリーからのボーナス、そして斜め右下がりの揃ったスイカからのボーナス、ね、そしてもう一つ単独ボーナスというような形になってます。まあ自分が打ってる打ってない、まあこの打ってなくて何も知らないことに関してはね、もう見てる方は全然知らねえよそんなのっていう形なので、まあ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 、その中でいかにどれだけやれるか、何か新しい発見をこの動画の中でして、まあ見てる方にね多少面白さが伝わればいいかなというふうに思っております。強いねこれね。これどうすんだっけ、これ塊狙うのか。おお当たりよった、おめでとうございます。だってこれ単独ボーナスいいのかな。そうだね、別に特にリプレイとかでもないもんね。でこれ単独ボーナスだったらちょっと事件だけど、単独ボーナスだかな。ああこれで赤か、おめでとう。38ゲーム投資2000円。さあ、じゃあビッグ紹介していきましょう。ビッグ中はとりあえず増殖中白7上段に見た。あれあれ、あこれか、あこれの時のキャラクターにで設定を示唆してると。なるほどね、忍ぶが出れば2以上、世継ぎが出れば設定ゴロ、全て同一キャラなら設定56確定。スバスちゃんお二人、あ違った、なるほどね、あそういうことか。まあヒロインがね一人ずつ出てくるとか前作の。なるほどなるほど、ひたぎが4回、小読み1回、なるほど、そういうところにあるってことですね。なるほどね、あこの大量みたいなやつの超ビタってことね。これは多分関係ないやつ。なるほどね、ね、ここの祝福カットにも設定差があると、ね、高設定確定、あ高設定確定パターンに加えて設定2以上、設定5、6確定っていうのがあるので、その辺も見ていかないといけないっていうの、もうなんか調べながらちゃんとできんわ。これしっかりやっていかなきゃダメなんですね。大変な作業ですねこれね。とりあえずビッグ中の外れはなかったと、なところですね。大変だこの台映像で発掘するもんじゃないですね、すいませんね。ないのまでいかないんだね。スイカはどこだ、これか、あこれが平行スイカ、平行スイカね。これで当たっても設定差がないやつ。おっとっと、どういうことに対して、あまたかい、スイカはーめんどくさいやつめんどくさいねー。な、どっちだろうな、まあこの後半の方の右下がりの方であれば設定差のある方という形になるんですけど、
こういうことがね起こり得るからね。はいはいはい。ああ、白七系。白白赤、異色ビッグですね。白白赤、56ゲーム。もうこれはもうどっちか分かんない。さあ、異色ビッグ中はビタ押し7回目に祝福カットインが出れば設定6確定。1回次ですね、次にビタ押しで出てくれば設定6確定。まあ出ないよね、そんな甘いもんじゃないと思う。分かってる、それくらい。やっぱり同時期に同じメーカーから出たってことで、まあ、ショートよく比べられますけどね。やっぱりこのエースロット偽物語の方がビッグ5に、ね、必ず RT がついてくるので、その辺にが、ね、あって偽物語の方が安定するっていうのはホールさんからよく聞きますね。まあ、どちらも甘いっていうのはよく聞くんですけど、まあ、その中でも甘いって言われるのはこちらの偽物語の方、でもまあ同時にこうやってねノーマルタイプが出ましたけど、どっちもゲーム性全然違いますからね。まあ多分前回ね、まこさんがいろいろショーで説明したと思うんですけど、まあ単独があったり、まあ中段チェリーがあって、リップベルでも当たってっていうようなのがショーの特徴で、もうこっちはもうメインはね、まあ RT にまあつなげるというか、チャンスリプレイが当然のメインになっていて、 RT がついてきて、でボーナー終了後ビッグだったら RT がついてきて、ね、本当全然全く違う2種類ですけども、まあ、率直な感想、ここまでは当然のように楽しいです。いろいろ調べながらやってますけど、まあ、今のところは高設定っぽい挙動は今のところはなしって感じですかね。平行スイカ、ああ弱回リプレイの方ですね。ああ、レベル3までいった、当たってる。まあ ART の方のね偽物語のレベル3 80% ですから、やっぱそれくらい期待度は当然ありますよね。61ゲーム、出玉はいい感じ、ただ打ち手のレベルが低い。はっ、やべ低っ。さあ7回目でございます。何もなし。終了後のボイスはなし。もうね、周り見るとね、もう空き台がないんですよって考えると、この台がダメだった場合はアウトなんです。空いてるとしたら多分後ろの大量ぐらいだと思う。この台が高設定じゃなかった場合、一発にかけるしかないと思います、ね、問題はどこで押し引きを決めるかですよね。ベルなんていうのはもう本当長期で見なきゃ意味がないので、そんな頼れる数値でもないんでね、まあ、例えば設定1の数値を大きく下回るとか、設定6の数値を大きく上回るみたいなことが起これば、まあまあ多少の判断はできるんでしょうけど、お、来た。そうなんですけども、これが一応あれか、回リプレイは確定なのかね。おっとっとっと、キッショット出た、もろたかな、当たるでしょう。
ダメだなとは言わないでしょう、この感じでね。白白赤よいしょ、はい、45、ボーナス確率はめっちゃいい。倒しもね、得意な場所、不得意な場所っていうのがあるんですよ。多分伝わるかな、どうだろう。自分ね、一番最初にパチスロで見倒しを覚えたのが懐かしい4号機の藤子なんですよね。で、藤子のまあ、なんだろうな、なんつったらいいんだろうな、レギュラー持ち越しシフトっていうのは見倒しで外し続ければラストの子役ゲームで必ずジャックインするっていうようなシステムだったんですけど、そのリプレイ外しっていうのが下段に青七ビタだったんですよね。なんで未だに下段が、まあ、上中下ってある中では下段が一番楽です。あのビタ押し的に、まあ、白七上段ビタっていう風に書いてあったんで押してたんですけど、やっぱその繋がってる貝絵柄をね、下段にビタするような感じ、その感覚慣れてきたらだいぶ最初に比べたら成功率上がってきます。なんとなくの感覚ですよ、あくまで感覚ですけど、まあ2台設置の台とかっていうのが片方出て片方出てないっていうのが結構見えるんですよね。まあ乾杯予想ね、その外から見ただけじゃ分かんないですけど、まあ隣のボックスにあるこの A スロットの偽物語がそこそこ出てるっていうところを見ると、ちょっと気持ち的にはあんまり良くないかな。ちょっと気をつけて打っていかないとダメかなと思ってきました。おっとチェリーから、はい、もう騙されへんぞって思ってた。これね、配列見るとね、やっぱこの形になったらまず白狙った方がいいと思うんですよね、ケツの方、まあ、この頭関係なく。おこれでずれたら、あ、一応後期だ、レアかな、レアクやった。まあもう当たってんのは決まってるので、おい、おお、若干ヒリプレで、こっち側に、まあ、バーをこの辺に狙ってれば滑ってきた方、ああ、赤だっていう形が多分一番見極め2ゲームで揃えられるのでいいと思います。361ミニキャラか、金川さん。資産演出はなし。そろそろはこの RT 中にボーナス引きたいっすよね。せっかく20ゲームこうやって RT についてくるわけですから。確かね、これ今波になってますけど、ここで1回ボーナス引くと、ビッコ引くと萌えになって、で、もう1回引くとトレになると思うんですよ。まあせっかくは別に何もないですよ、何もないですけど、そういうのやりたいです。何かを目標に立ててやるっていうのはね、ノーマルタイプの中で一つの楽しみ方だと思うので、例えば128以内のボーナスとか、懐かしいですね、そんなことを思い出したりっていう話したら、あっという間に終わっちゃったな。まあ1分ちょいですからね、ブンブン回したら。珍しい、レアクね。じゃあ使いプレイ、おっ、プッシュボタン出る、マジで、お、当たるんです、当たるんです。あー、赤、赤、赤、おお、赤だ、
44ゲーム。そう、最初のチャンス、ジャック回リプレイかに関してはもう赤はすでに指定してたので、それを考えると、まあ、これは追加でしょう。ラストゲーム、なんだ、ガッツポーズしてない。これ続けばってことなのかな、テーマクエスチョン。あ、ダメってことですね。いやもう正直ね、設定わかんないですこんなこと言ったらあれなんだけど、わかんないです、もう本当にどうしますかねまあここでね、まあ、チェリーはまあまあまあいいとしても、スイカからボーナス引いちゃったらね、まあ、だからといってその他他に何かいい要素があるかって言われたらよくわかんないし、多分ですよ、できれば根拠を持って粘るなりやめるなりしたいんですけど、多分このままダラダラいきそうな気がします今日。だってわかんないんだもん、しょうがないよ。これ二角になるのかな。そうだね、よいしょ、おーおーおお揃うんだねこれね。よし、まあまあ揃うから狙ってって言われるのは分かりますけど、初レギュラーボーナスでございます。よいしょ、151、なんだちょっと待って、151、これどう考えてもシノブバーだよね。おう、 10%20% の設定差あります。へえ、なるほど、なんかちょいちょい集まってきたぞ。あるあるあるんじゃないこれ。だからほら、一つの要素だけだったらちょっとあれだけど、こうやってなんか重なってくるとちょっと期待しちゃうよねこれね。5くらいあってもいいんでねえかいっていう。あらやだ、楽しいはぁ、忍ぶね。まあとはいえ、薄いところを引くのが得意なのが私ですから、まあ、気を抜かずにやっていくわけなんですけれども、こうやって集まってくるとやっぱりやめる理由がなくなってくるよね。これね、やめれなくなってきたかな。まあ現状のおさらいをしとくと、スイカからの当たりが2回、ただその2回はどちらも平行スイカの可能性があるので確定ではないです。右下がりプラスっていう形じゃない可能性があります。でもいい風に考えると両方とも右下がり、まあ、これはちょっとカンパにおけて非常にいけない方のなんですけど、まあ、ちょっと条件的にね、おそらく右下がりなんじゃないかなと。でレギュラー中にシノブバーが出てきて、まあ、チェリーに関してはね、同時当選まだ1回しかないんですけれども、まあ、その辺はまあこの後どうなっていくかなというところですかね。まあ総合的に見てこんな考えはダメですよ、こんな考えはダメですけど、スイカの同時当選どっちかは右下がりじゃないみたいな解釈、ダメですよ、本当はダメなんですけど、そこに期待したい。はい、ということでですね、今2時間ぐらい経過したんですけども、ちょっと早めのお昼にお呼ばれしようかなと、後半はね、とりあえずはこの偽物語打つと思います。ちょっと一応編集の人に結構詳しい方がいるので、まあ、その辺を聞きつつ、まあとりあえず後半はこれ
粘ります。 ART の方の偽物のイメージが強かったから、その1否定みたいなのそれなりに出るのかなと思ったけど、そうでもないらしいですし、いやもう正直言うとね、分かんないし、 やめ時が分からないし、見切り方も続け方も全然わからないから正直つらい。中押しで赤七とか白七が落っこってきた時ぐらいしか見せ場がないつらい。まあ目指すべき誠さんを超える1500枚のところプラス1500枚を目指して、まあ何かしら打つことになるのかもしれないですね。まあちょっとしたプラスだけで勝ち上がれるほどそんなに甘くないと思うんでね、この先皆さん嵐さんっている中で。なので、まあ、後半は、まあ、もう少し続けて挙動を見てどうしますかっていうところです。で、まあ、一応ちょっと話聞いたら、その、まあ、一応その中押ししたらスイカがどうなるどうこうっていうのが見極められなくなるかもしれないという中で、一応左からね押して、なんか黄色い絵からなんか多分忍のなんかちっちゃいやつだと思うんですけど、あれをビタ押しすることでボーナスの察知を結構早くできるっていうんですよね。プラス、まあ、左から押すことによっていつもと同じ制御になるので、まあ、そういうの考えるとそっちの方がいいのかなって、ちょっと試しながらやっていきたいと思います。でもまあその最終的にこの先にもつながるかもしれないですし、まあその辺はねしっかり極めて、偽物語 A スロットの偽物語を極めて追われてプラスで1500枚で最終的に勝ち上がれる位置、まあ、誠さんの上に行くっていうのが今日の最終的な目標に、ちょっと個人的なあれも入っちゃってるんですけど、まあそれがいいかなと、はい、そこを目指して後半は、まあ、後半といってもまあ前半よりも長いんですけども、まあ、今1000面ゲームぐらいですね、うん、頑張っていきたいなと思います。とりあえず腹ごしらえして後半に備えたいと思います。はい、それではここから後半戦でございます。まあ、あんまり気にしないと言いましたが、一応ベルの確率を算出してみたところ 7.2 分の1と設定6の近日にはなってます。まあ、ただこの987ゲーム回したんですけど、まあ設定1の確率 7.65 だったら、まあベルは129回、8回ちょっと多いぐらいなんで、やっぱり当てにならないですよね、まだこの時点では。本当に何も喋ることないんでポケモン GO の話していいですかね。お昼食べに行った時に、まあ、一緒にいたスタッフさんがニコニコの前に神がおるでって言って、え、マジっすか、え、マジでちょっと行ってきていいですかちょっと行く行く、私すぐ抜け出してカビゴン取ってきました。ポケモン GO やってない人からしたらね、カビゴンなんじゃそりゃみたいな、はポケモンみたいな感じに思うかもしれないですけど、まあまあ出ないんですよ、まあまあ出ないです。自分持ってなかったです。かわいい、ああカビゴンの話したらスイカ壊した、あーちょっと待って、これ嘘でしょ、あーよかった、こっちだよね、あ平行水から、あ違った、帰りプレイ、ちょっとカビゴンあと、もう本当にね、昔からね、間が悪いんですよ、自分って。本当に。どうせこれ当たってないんでしょ？ちなみになんか最速テンションのやり方は、白7の下の方にある、まあ、ちょっと早めに押してちょっと見せます。これ。この忍のこの絵柄を中段に押せば、まあ、子役フォローと同時にボーナスのいる以内を一発で察知できると。なので、これを中段に見倒し。で、こう止まった場合は、右リールでかい貝図柄を狙う、うん、これでもうなしです。これ上段に白滑ってくれば白頭のボーナスで、ここがベルとリプレイのダブルテンパになって外れたら赤頭ボーナスが確定するようです。まあちょっとね、まあ、この先ずっとやってみて、なんかあまりにもなんかそっけないなみたいな感じになるんであれば、もしかしたら自分はやらないかもしれないです。まあ、勝つためにはその辺を捨ててでも打たなきゃいけないっていう部分もあるかもしれないですが、
なんかやっぱりパチスロはこれ持論ですよ、パチスロはなんかそう打たされちゃいけないと思うんで、打つものであって打たされるもんではないと、ここは必ずこうしなきゃダメだ。逆に言えばこれ中押ししてスイカが平行とジャックが見抜けないなっても、もしそっちの方が面白いってなったら自分はおそらく中押しをします。そういうタイプの打ち手です。なんかちょっとだけ真面目な話しちゃったからカビゴン出しづらくなっちゃったな。一応出す自分の可愛いカビゴン見ます。可愛い尻尾ないんだねカビゴンね。可愛いね、可愛いね、育てよう、大事に育てよう。ニコニコツルハシ店に来ればカビゴンがゲットできるかもしれない。これもしかしたら今日一の一番の有益な情報じゃないですか。可能性あります。なんか隠し島に一台っていうね感じが感じるんですよね。そう考えるとな、もうちょちょあれこれ忍確定じゃない。忍なんか見たことないもんな。左からしてみようか。おう、あ、なるほどこれか、確定だね、一枚役だね。よし、なんだこれ、なんか始まったぞ。ほう、確定画面かこれ。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどなるほど、赤赤黒、よいしょ、362、後半初ボーナス。ああ、これはあれですね、ああそこの画面で分かるんだね、誰バージョンか。なるほどなるほど、これは通常バージョンですね。さあじゃあちょっとホールの中練り歩きましょうか。中間ぐらいの確率のあるマイジャグを打つのが多分正解です。これとか昨日の据え置きとかってありそうだもんな。島に一つの当たり台あるとしましょう。ちょっとマイジャグを打ってみようと思います。まあちょっと経験がない中でね、いろいろ総合的に考えてみました。まああとはお店さんのね特徴も含めてね、ベル確率もだいぶ落ちましたし、 6.7.68 かね、まあ不透明な部分も結構その当選経験に関してもいい風に捉えてきましたけど、そこもちょっとまあ周りの状況も含めてね、あんまり良くないと判断したので、この台はやめようと思いますね。とりあえず打てそうな台がマイジャグラー3、うん、お店さん的にも押したい機種ではあると思うんですよね。寝台でがっつりボックスで入れてますし、だからそっちの方にちょっと行ってみて、まあ様子を見てっていう形になると思います。ちょっと地味な感じになっちゃいますけど、まあ、結構マイジャグ好きなんでね、はい、その辺を打っていこうと思います。はい、それではマイジャグラー3行こうと思います。根拠としてはまあ中間以上はあるかな、2117ゲームでレグ8回なんで、まあ、中間以上はありそうだなっていう中で、あと他のね全体的に見てみると、島に1台は当たりはありそう、高性鉄っぽい台がありそうと踏んだので、まあここの島で今のところこの台が一番良さそうと思ったということですかね。さてじゃあホールの中ちょっと見に行きましょうかね。よりいい台を追い求めてっていう形を取りたいので、絆も良さげなんかな。さてすげえわ、あの向こうにもまだ積んでましたよね。ほらやっぱりそうだよわかんないけど北斗翔ほら確率すげえ上がってるもん、133分の1。これもしあれ高設定っぽかったらちょっと移動のタイミングが遅かったって判断になるのかな。はい、とりあえずまだこれ打ちたいっていう台が見つからなかったので、
この台を続行します。おお、当たってた、ね、ちょっとジュースいただいてね、その方にちょっとお礼をしてたんですけど、そのタイミングで。ありがたいですね、ジュースとボーナスをいただいた、感謝です。ブドウまでいただきました、ありがたい、もうありがたいよ、ね、もうビッグでいいかな、ビッグでいいかなね、枚数欲しいしって言ったらレグなんだね、単独レグ。さあ、またレギュラー確率が300分の1を切りましたよっていう話です。間が悪い男でございます。あよし、175、助かりますちょっと一回回りましょうか。あ、北斗賞空いてる。あ、でも160分の1に戻ってんのか。でもこの合算でこのグラフっていうのはね、まあ、ビッグっていうのもありますけど、わかんない、もうちょっと感覚でいきます。最後北斗打つ。さあ、これがラストになると思います。もう本当に感覚です。6はないんじゃないかとは思ってはいます。ただなんとなくこれで移動しなかったら後悔するような気がしたので移動してきました。まあ、とりあえず自分は、まあ、気分によって打ち方変えたりとかモード変えたりするんですけど、基本的にはジャギでバーチュー下段狙いかなっていう感じで打ってます。静かだなぁ危ない、心臓止まるかと思った。あの北斗馬2角です、これ。8192引いた。こんなことあんの、嘘でしょうわぁ、びっくりした、なんじゃこりゃエイスなしでこんなことある、うわー、びっくりした。人間びっくりしたら言葉出なくなるね、何にも出てこないわ。だこれね、あの RT ついてくるんですけど、次回ボーナスまで無限 RT、 これボーナスね、ビッグだった場合次がもう一気に600枚ですからね、もう最高の形ですよ。ちなみにこの無限 RT もね、なんかその増えるような本当微増ぐらい、まあほぼ現状維持、下手したらちょっと減るぐらいのもんなんで、もう早く引いた方がいいです。投信ですわ、投信。いやー本当に何があるかわからんですな、本当にパチスロはマジでドラマですわ、本当にびっくりした。あ、中段チェリー、この形からね、中段チェリーが来た場合、この時点で当たれば立格なんですよ。でパーもう滑ってるんで、蹴ってるんで、次にね、チェリーリップチェリーの下のチェリーをね、上中段あたり狙って、これ青7滑ってきたら青ビッグ、もしくは青ビッグプラス中段チェリー、まあ確定と。で、もういろんなボーナスがもう消されてます、残るは赤ビッグで、ここで当たるとしたら赤ビッグしかないんですよ。で、赤下のバー狙って滑ってこないと、まあ今回のやつはノーチャンスっていう形になるので。お
逆スイカ、ダメか。あーレインボー出た。多分弱スイカかな。バー止まらないで。あ、ちょっと待てよ。あ、あ、よし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 。これどうなんだろうな、等身でのここ両方はちょっと正直わからないですけど。よし、よっしゃ、やってやったぜ。158。よし、まあ今枚数いったら700枚ぐらいかな、おそらく700枚800枚、800枚あればいい方です。よし、お、666、綺麗でございます。 RT で増えた分ですね。さあとりあえずやめようかなと思うんですけど、礼儀として1ゲーム回しましょう。何の礼儀か分かんないですけど、なんとなくゼロでやめるのもどうせなら、いやちょっと待って、ちょっと待って、最後やめるときは必ず完全告知されるケンシロウ。ここで光ったりしたらかっこいいな。まあそうだよね。はい、ということでですね、無限 RT が終わってビッグに、ね、ビッグ2連となって、まあ時間も終了に近づいたと、ここで終わりにしたいと思います。まあちょっと目標としてたね、プラス1500枚までは届いてないんですけれども、まあ苦しいながらもなんとか最後形にできたのは良かったかなと。まあ残り3人いますけど、まあその中でまあ自分が残れるようにあとは祈るだけですかね。お疲れ様でした。さあ実戦終了でございます。お疲れ様でございました。まずはですね、こんなダラダラした展開の中、最後までこうやって見てくださってる方本当にありがとうございます。正直打ってる時にやばいなっていう、映像としてやばいなってだいぶ感じてました。まあその中でね、最後北斗賞フィーリングで移動しまして、まあちょっと枚数的には大したことないんです。全然大したことないです、分かってますけども、まあちょっとしたドッキリというか、まあ見せ場が作れてね、個人的にはちょっとだけホッとしております。まあ結果の方はですね、投資が2000円、回収が845枚、プラスの745枚とね、目標としていたマコスさんの1500枚のプラス、そこまでは届かなかったんですけれども、まあなんとか生き残れるかなと、希望が持てる位置につけられたのは良かったかなというふうに思っております。まあ一応ホール的にはですね、なんていうかな、なんだろう、全体的にまあちょこちょこあるんだろうなっていうのはすごく感じました。まあ、ノーマルタイプにここまで入るっていうのも、まあ、昨今のパスロー、ね、ホールの中では珍しいと思いますし、ね、あんだけカウンターで数えて長く粘ってる、まあ、それあるでしょうよと。で、それに加えてですね、さっきあの常連さんの方話聞いたんですけども、ルパンの方でも、消されたルパンの方でも死亡確定が出たと、ね、本当 ATRT キャンも見てるだけじゃなんとなくしかわからないんですけども、そういう情報もありましたので、まあいろんなところに散りばめられてたのかなというふうに思います。まあ自分はね、こせて積もったかどうかはちょっと正直定かではないですけども、なんとなく形になったから良かったですという形でよろしいですかね。でですね、次回の配信の方は9月25日、ライターの方は水瀬美香さんというような形になっております。自分の方がちょっと地味でしたけども、皆さんは結構多分荒井騎手の方に行って派手な絵を見せてくれると思うので、そちらの方もお楽しみにしていただければなと思います。まあ一応ですね、自分の方はプラスで終えられましたので、まあ残り3人ですね、どういう結果になるか、まあ自分がチャンピオンシップに行けると、行けますようにと切に願いながら待ちたいと思います。それではチャンピオンシップで会えることを祈っております。さよなら、バイバイ。